い、皆さんこんにちは、カジノ TV の太樹です。今回はハサウェイさんに来させていただいて、運営責任者のテラコさんと今日はポーカーでヘッズアップ戦っていこうと思います。じゃあテラコさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、テラコさんはポーカー実況をされてましてね、はい、かなり精通している方でいらっしゃいますので、今日は頑張ってね、勝てるか分かんないですけど、頑張っていこうと思います。言ってもヘッズアップですからね。ヘッズアップですね、まあ、どっちが勝ってもおかしくないです。そうですね、はい、まあ、で100-200でしたっけ。100-200から、100-200で、1万点目、50DB でスタートしていきたいと思います。なるほど。新橋ハサウェイって朝10時からトーナメント始めてるんですよ。1日4回、10時、13時、16時、19時の4回トーナメント。おお、そんなにあるんですね。そうなんですよ。だから朝10時から10時までが営業時間って感じ。ああ、なるほど。っていう感じですかね。Attention players. The blinds have changed. The small blind is blind. お見せするわけにいかないんで。わかんないにこれですかっていう。お見せするわけにいかないんで、来ていただきます。ね。だいたい朝10時は寝てます。あ、寝てるんですか。どうされますか。レイズおいくら。じゃあ500で。レイズ500ですか。ちょっとまだね、寝ぼけてるのでコールで。寝ぼけてるのでコールで。どうなんだろうな。チェックです。チェックします。チクラーン。お伺いしますね。600点。レート600。じゃあこれ。うん。さてどうしよう。ラストか。1300点。降ります。はい。テラコさんといえばこれですよね。ラスカル。ラスカル。もうね、これ実はね、2代目なんですよ。あ、そうなんですか。初代ラスカルがなんとマニラのマラテで盗まれたんですよ。盗まれた、そんなことあるんですか。いや、このラスカルだけ盗まれたわけじゃなくて、あ、そう、他のものもボロボロ。カバンも一切合切、だからパスポートもお財布も取られて、モバイルも取られたんですけど、保険降りたんですよ。全部で12万円ぐらいなんですけど、その中にラスカルの人形を申請したらちゃんと保険降りました。700円ぐらいだった。700円ぐらい。そうですね。じゃあコールします。じゃあチェックします。はい、ありがとうございます。じゃあチェック。じゃあ200点で200。これ凍れるのかな。ちょっとチェック。600点。ペッ600。コールしましょう。おー、なんだろう。ラストか。チェック。チェックです。オープン。はい、キングツーズ、ツーベアです。キングデュースツーベア。すぐ終わっちゃうかもしれないですね。そんなことはないですよ。そんなことはないです。たまたまです。ポカ運ですからね。ポカ運が強いですかね。なんかその完全ゲームっていうのないけど、ラック&スキルゲームっていうふうに思っていて、はい、まあ、ポーカーはもちろんそのスキルも必要ですけど、やっぱ最終的には運だと思っていて、ありますね。ただやっぱりその、ね、強いプレイヤーさんが言うには、入賞、例えばね、その賞金とか、海外の賞金とかに言い真似するのは実力だけど、はい、入賞するのは運だっていうふうに言ってますよね。ありがとうございます。キングハイです。だから世界チャンピオンともう本当に初めての人が勝負しても、
勝てちゃうことがある可能性ありますよね。良さだと思うんですよね。将棋とかだと絶対ハブさんとかには100回やっても100回勝てないですからね。まあ、効果だとありえます、ね、100回やったら30回ぐらい勝てるかもしれないっていう感じですよね、感覚的には。そうですね、うん、そこがポーカーの魅力かなって思ってて、ね、初めてルールを覚えた人がそのままトーナメント出てそのまま優勝するっていうケースもありますよね。そうです、うん、そうです。テラコさんはブログもね、やってらっしゃいますので。そうですね、テラコで検索していただくと、はい、ね、まあ、動画の概要欄にも貼っておきますので、うん、ぜひご覧になってください。2016年の12月1日から毎日、毎日今日に至ってまで毎日書かせて書いてます。いやね、もう毎日やるってのは大変ですよね。そうですね。こうします。こうレイズ600、レイズ600、はい、コールします。こう800。こう。チェック。チェック。チェック。Attention players. This level will end in 1 minute.うん、好きなハンドっぽいですね。Attention players. This level will end in 1 minute. 800。強そうですね。ジュニアの、ね、ポーカーの、育成っていうんですか、育成というか教える。そう、新橋ハサウェイは、はい、学割あるんですよ。あ、学割あるんですね。そう、学生証提示で500円引きで、しかもこれがね、リバイリエントリーも500円引き、すごいでしょ。それはいいですね、学生には優しい、ね、そうなんですよ。ポールでチェック、で、その今度の7月の26日に JJPT、ジュニアによるジュニアのためのポーカートーナメントってやるんですけど、はい、チェック、チェック、じゃあチェックします。ベットします。600円。ベット600。怒られちゃいました。じゃあもう一回チェックだ。はい、見たい。何？先行。クイーン。なるほど、ヒヨタ。リーダーやってる、日曜日にリーダーやってるオタマジャクシ君っていうのがいるんですけど、はい、それもね、高校2年生。で、去年の東京スポーツカップ、東スポカップのジュニア大会のチャンピオン。はい、すごい。高校生コンビがね、日曜日の昼間ディーラーしてるので、ちょっと、ね、興味本位というかね、はい、もう応援してあげてくださいっていう。はい、応援したいですね。やっぱどうしても、ポーカースポットとか行くと高いじゃないですか。そうですね。ベイス。おいくらですか？1300。高い。高いけど頑張ろう。よし、行ってみよう。1300、こう。あれ、ちょっと待って。取ってよかったのかしら。ちょっと後で反省だね。退着。チェック入ってます。高い。一回
回だけ通る。こう。チェック。チェック。眠いからコール。眠いからコール。ファストコール。じゃあチェックです。チェックします。チェック。あ、ダメだ。天才。そうだ。キング。ダブルベリー。ショートスタック作戦っていうのがあって、ショートになった時は飛び込みやすいんだよね。飛び込みやすい。Attention players. This level will end in one minute. Ori. Ori. でしょうね。Ori go. Natural rate. Natural rate zero です。こっちは。うん、でもゲーム違ってる。それはや、なんだこれ。オープンの追加。なんだこれ。7が当たって。セブン、セブンテン、ツーペア。危ない、危ない、危ない。でも最近ジビエ結構ハマってるんですよね。鹿とかクマとか。あ、はいはいはい、あ、それで、それこそゴールドコースで私ね、ワニとエミューとカンガルー食べました。あ、僕も食べましたね、ワニと、うん。居酒屋でね、焼き鳥で食べられるんですよね。ワニ美味しかったの。Please, please, Miss Em.ちょっと運試し、コール。コール。Miss Em. ワニは結構、淡白な感じで、じゃなかったっけ、鶏肉みたいな感じだったような気がします。はい、あ、お父さんだ。あ、本当ですか。でも、結構。クイーン8。チェック。これ、これ、2004。あー、じゃあ負けちゃった。ナイス。負けた。はい。しかもちゃんと8なんだ。8の2000って何だったんだろうみたいなね。ラストカード。お父さんありがとう。お父さん。お父さん行きましたね。はい。お父さんでした。あ、マジか、お父さん。お父さん。ボードだけど。なんか誰々の両親の結婚記念日とかね、そういうところまで押さえてるの。もうこんなですよ。気のせいです。気のせいですね。眠いんで多分目の錯覚なのかなっていう感じかもしれないですね。チェック。チェックします。スイッチから。チェック。チェック。スイッチからのファストカード。入れています。はい。繋がってないんだよね。繋がっちゃったんですね。いいです。いいですよ。だって何度もたか分かんないと思う。はい。コール。行きましょう。コール。はい、お願いします。コール。コール。一日後ですけど。パパ。一日後です。パパです。ショットオーバー。パパ。出た。パパ出た。でもな、これあんまり油断できないやつなんだね。ラスト。決まった。残念。パパありがとう。中国会員。負けちゃいました。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、ストーリーがありましたね。ストーリーありましたね。
最初ね、序盤いい感じだったんですけど、あのオールイン、やっぱオールインからですよね。オールイン、あ、そっかそっか、あの、でもあれ勝ってたじゃないですか、10、はい、10、10、8だったかな、の8ヒットだよね。そうですね。で、私がまだまさかの、もう5しかないんですよ。5拾って。で、その、多分アウトが少なかった5を拾ってから私の波が来たっていう感じですよね。そうですよね。うん、これが、ポパですよね。そうですね。でもやっぱ最後、ポパで決めるっていいですね。ということで、はい、本日は寺子さんとポーカーヘッズアップ残念ながら負けてしまいましたが、本日ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ皆さんもあの新橋の長谷部さんに遊びに来てください。寺子とポーカー遊びましょう、はい、お待ちしています。ではありがとうございました。ありがとうございました。